はいどうもカッパ長ですじゃあ、今日こちらのチャンネルの最後は、なんだろうな、反日老害パヨク、えー、デマール石井さんと、えー、立憲のこの原口さんですかね、えー、お相手は2人とも一緒ですかね、この桜井し子さんにの発言に、なんか、この噛みついてるんですよね。<laughs> うぜえな、こんなやつら、本当。 あのちょっと前にほら桜井さんがねこの日本を守るために戦いたくない若者が多いその戦えって煽ってってるっていう話にこの「半日クソマスコム」にはこの切り取られてね、うん、お前戦えないくせに戦わないやつこそ戦え戦え煽るんだよな戦争はそうやってうんぬんかんぬんっていうなんかそ,ういうそういう方向にほら広げてさ、ね、桜井よし子さんをこのたきにいってるじゃん今一生懸命、うん、そうなんですけどもでも内容としてはねうん いやこの学教育が大事だと、で実際にそのある大学でこの国防、安保をちゃんと、ね、一からちゃんと教えたら、ね、あの立派な若者がちゃんと、ね、育っていっていますよっいうそういう霊、えー、卓大学だったっけね、うん、そういうこの成果報告の話だったわけじゃん、うん、でも、ね、この早速この、ね、このあの反日老害パヨ、ね、このパヨった、ね、この老害どもが <laughs> 群がってきてるわけですよ。うん 出回るとねこの原口議員が原口議員なんて一国会議員だろ一応なあ民間人相手になんかもうぶたれてる暇あったら仕事しろよてめえはてめえでええー、なんかもう安心安お前こそ安心安全なとこねこのぬくぬく暖房効いたてめえんちでさ、えー、しかもなんかこの着替えだけ着替えて作業着にうん何もやってねえじゃねえかよてめえほんとふざけやがってよ こんなんでも一定のこの指示、ね、この、いますからね。うん。のんきなもんだよ、日本社会ってやっぱり。ね、しかもなんかもう、わざわざ、ね、この僕のチャンネル、ね、僕程度のこの、この YouTube のこのチャンネルのこの動画のこのコメントにも湧いてきやがるからね。うん。何考えてんのかなって。よそ行けよって。うん。も日売国税のこの、パヨチャンネルでやってこいよ。邪魔くせえな。まあいいや。えー、じゃあまずデマール君の方から行きましょうか。 えー、参戦、うん、あこのデマールんが参戦してきて、二度と過ちを起こさないとか考えないの。えー、お笑いタレントの、ええ活動家でしょ、こいつ、ね。デマール石井君が、えー、とジャーナリスト、桜井よし子さんの戦争に関する投稿を受けて、自身の考えを綴ったと。で、このデマール君がね、えー、と祖国のために戦えますかとは、死ねるかということで。 ね、早速こう,こうでしょ <laughs>、ね、でなければ、ね、殺せるかということ、ね、その問いにもえ嘘笑いした写真を添付するのは誠に恐ろしいと、ね、なこうやってさ切り取ってさしゃべってる本人の言ってることとは違うようにこの受け取って、ねうん、でそれを元にうに、ん、けしからんけしからんってこの拡散していくやっぱ何も懲りてないよなこの嘘つきはね、うん やっぱりこの嘘つきは、ね、この中は針千本、ね、罪に問う、ね、死刑にするべきですよ。特にこういうレベルのやつは、えー。二度と同じ過ちを起こさないと考えたことはないのか。お前がな、<laughs> ずっと間違えまくってんだけど、お前は。うんえー、井上尚さんの、ね、芝居の一つでも感激せよと綴っていたと。ね、とりあえずなんだろうな。<laughs> いやお前、お前何もしなくていいから、とりあえずもう黙ってろ。 うん、それでいいや。うん、もう、二度と過ちは起こさない、ね。これはなんかもう念仏のように唱えてるやから、もう日本の敵ですよ、うん。お里が知れるっていうお里ワードでも言っときましょうかね。何言っても無駄ですね。うん、ねでもうこれはなんか唱えてるやつらは、もう洗脳寛ね、もう奴隷ワードって言ってもいいんじゃないですかね。うん <laughs> で今度はなんか立憲の原口さんですかね。えー 大体同じようなことを言っていると思いますけども、たびたび言いますが、戦争は行かないやつがやりたがって、やりたくない人が殺される、また祖国のためという人からあー逃げ出すものです、えー。あなたは祖国のために戦えますかと言っている人はどんな人なのだろう。祖国のために戦えと徴兵されて日本人はどうなったか、日本人なら覚えているか伝え聞いて知っているだろう。 戦争屋の有祖国とは日本のことではないから気をつけて、えー、戦争屋は日本を愛していなどいないと私は断言する、えー、もし日本を愛しているなら、えー、自己保身と利権のために、えー、他国のガラクタ武器を高額で買い込まないだろう反論があるなら教えてほしいっていうふうに言ってるんですよねうんもう認識からして違いますよね,ね、えー、戦争って別に望んでなくてもねあの来ることがありますよね あ,のある日突然やってくるかもしれない戦争に、えー、備えて、考えて、準備して、ね、固めておくのが国防だと思うんですけど、ね、日本もようやくこの来させないための議論が、ねえー、準備がやろうと思えばできるところまでようやくやってきたわけですよね,ね国を守りきることってやっぱりこのコストかかりますよね当たり前ですけどただじゃないですよね。 来んなこっち来んなって、ね、言ってるだけでどうにかなるんだったらそもそも世界中でね、うん、紛争自体起きてないんだけど。なんだろうな、結局これも、まあ教育って本当大事ですよね、僕みたいなのが偉そうなこと言うあれじゃないんですけども、ね、多大なコストが必要で国を守り続けることって、だからそれがね、うんあの、国民のこの意識レベルでどうなのかなってとこですよね。 だってこんなのが普通に国会議員やってること自体がもうまだまだだなっていうそういう証拠でしょうん。ねこのスイスを参考にしたら、え、国会議員、国会議員に限らずね、ねこの政治に携わってるやつほど、こういうのし理解してなきゃおかしいんだけどな。うん。ね戦争をやりたがるアホなんかいないんですよ。少なくとも日本には。日本にもいるかな、そういう変なやつ。あ、いるかもしれないな。 ね、僕が言ってるのは少なくとも降りかかる火の粉を払う力が必要だ。ね、だって今んところ自分で自分の、ね、身を守ることすらできない普通の国にすらなってないのが日本なんだからさそれができるように普通の国になりましょうって言ってるだけじゃないですか。うん。ねもう多分もう自分で何喋ってんのか。 まあこの、この人ぐらいになると分かってて喋ってるとは思いますけどね。うん。要は普通の国になってもらったら都合が悪い輩だよね。結局は。そう。だから結局ね、うん。なんか別の方面で、なんかこの至極まっ当なこと言ってるような、ね、そういう発言もあるのは知ってますけども、基本的には日本の敵でしょ。うん。だから結局、こういう人なんかこのね、一部なんか分かるとかね。一部なんかこのなんか、あの、 一部一部一部ってねよく言いますけどもで結局この人がんか日本のために結局最終的に何をどうしてくれるのかってそこなんですけどねうんね戦争やとかって言ってますけどじゃあ具体的にどこの誰のこと言ってんだよ架空の人物かうん結局この人ってもう何,何かにこの取りつかれてるこの囚われてるよねうん 反論があるなら教えてほしい。反論されても聞きゃしないくせにな。具体的にじゃあ教えてくれよ。低コストで、ね、地球から、この地上から戦争を一切合戦なくす方法、ね、教えてくれよ。実施してくれよ。で、見せてくれよ。うん。保作だけじゃなくて。そうだな。差し当たり、まあロシアとかウクライナでしょ、ね。イスラエル、パキスタン、あの辺あたりでお願いしますよ。ね、ぜひやってみせてくださいよ。うん。言うだけ補作だけじゃなくてやってみせてくださいよ。ね。 いやもうノーベル平和賞10回くらい連続で取れるんじゃないのうん。結局、てめえたちが言ってることって客観的に見てさ、所詮妄想妄言。ね、現実逃避の類なんだよ。ね、やんなきゃいけないことをやらせない。やらせまい。ね、やらない方便でしかないんだざれごなんだよ、所詮は、てめえたちは。うん。だから黙っとけっつーんだよね。うん。はい、以上です。